ちょっと六本木で喧嘩をしてしまったんですね、はい、一晩その捕まったんですね、一晩だけ警察署の中で、はい、おそらくそれであの、まあ、懺悔という形で、はい、それで坊主にした。あ、自分はポッポの、そうですね、ベスト着て、はい、でライガーさんはコップのジャンパーをですね、山田さんあと3日ですね、この多分ビデオ見れば映ってます、ビデオこう3つやってあと 3日ですね、はい、いつもそうなんですよね、いいなと思うと暴動なんですよ、ミートダゲーさんですね、はい、を警護しなきゃいけない、警護が、ね、誰にも触らせるなと、あ、こちらになります、はい、船木正勝です。今回は初めて あの外ロケになりました。まずここがですね、大阪現代画廊というその画廊なんですけども、この中に自分 の知り合いがですね、今いますので、ちょっと紹介していきたいと思います。では名前は、徳春明先生という動画家の先生になります。では入ってきます。先生どうも。あ、どうもお世話になります。ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらが、動画家の徳春明先生です。どうも徳春明です。よろしくお願いします。はい、今中に入ってこれからちょっとお話を聞きたいと思うんですけども、先生最初にですね、はい、自分の、妻と息子がそうですね、なんかこの辺迷ってたらしいんですね、はい、なんか道に迷って、僕のライオンさんを見つけて入ってきたのがきっかけで、2度来ていただいたんですよね、で最初はいろいろとお話しして、はい、2回目来た時に今度うち の主人が、はい、パーソナル事業を始めるっていうんで、はいはい、チラシ置いてもらえますかって言っていただいたら、はい、船木正勝パーソナルトレーニングって書いてたんで、でその時自分の旦那がって言いました。はい、あ、そうですか。ということはそこで自分の妻だっていうことが分かったんですね。そうですね、最初ちょっと理解できなかったんですよ、はい、船木さんの写真がドーンとあったんで、ジムに船木さんがゲストに来られるんですか。大体みんなそう思ってみるんですね、はい、いつもいないような感じで思ってるらしいんですけども、はい、ずっといます。あ、はい、そうだったんです。それで、あ、本当に奥さんなんだって思ってからも、はい、自分のこう子供の頃というか中学生ぐらいの頃からの記憶がバーッと出てきました。あ、船木さんですか、はい、大阪いてはるんですか、ってなってびっくりしました。それで妻がその家に帰ってきて、はい、実はこれこれこうで、はい、動画家 のライオンをなんかその書く、はい、動画家さんを知り合ったんだけども、その人があなたのファンなんだったんだよみたいな話を聞いて、はい、それで年も同じぐらいで、そうですね、はい、でなんかライオンってすごくライオン自分すごい大好きなんですよ。あ、やっぱり百獣の王じゃないですか、はい、で自分の妻も好きで、はい、で息子の名前もライアンなんですけども、はい、本当はライオンにするかしないか、はい、そのぐらいちょっとこうライオンにこだわってて、すごいライオンにこう縁があるというか、そうですね、でこのライオンのこのライオンさんですけども、はい、このライオンさんを見つけたのも、あ、ライオンの絵だと思ってそれで入ったらしいです、はい、まさかそんなところでこう、出会いがあるなんてっていうのもちょっとびっくりしました。そうですね、はい、でまあ最初に大阪来た頃は結構いろんなところにそのチラシをですね、はい、置けるところ置いてもらえるところに置いてもらってたんですけども、その中の一人です。はい、ありがとうございます。で先生このライオンさんなんですけども、はい、これはどういう経緯でこのライオンと太陽が混ざり合ったんですか。そうですね、もともとはダジャレから来てたんですけども、はい、ライオンさんで、あ、さんを太陽にしたらどうだろうって思って、うん、実際変えてみたらすごく力強かったので、そうですね、もう、はい、太陽ですね、まずそうですね、太陽の中に顔がついててライオンに見えるという、はい、他に何かあるんですか、ダジャレシリーズは。あ、白樺とか、白樺、白いカバに、白いカバ、はい、白樺の木が生えてるとか、はい、そういうのとか、熊取りっていうのがありまして、熊の鳥、熊の鳥ですか、歌舞伎の、はい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 、熊取りをもじった鳥を、あるんですか、熊取りとか、そういうの。でもライオンさんが一番いい、そうですね、なんか色もやっぱり黄色とオレンジと赤で、はい、そうですね、すごくなんか
はい、でやっぱり百獣の王とあの命の源 の、あの太陽があの合わさってるので、やっぱり力一番強いっていうか力強いっていうふうに皆さんおっしゃってくださって、はい、であの、はい、でまあ、妻が帰ってきてですね、はい、でまあ、2回行ったらしいということで、はい、でまあ、あのできればなんですけども、はい、なんかそんなヒーロー戦隊もの、ね、ヒーローの人たちをモチーフにして、はい、いろんなその動画を描いてるっていうのを聞いたので、はい、よかったら自分も描いてもらいたいなって、そんな話をしたんですよ。で、はい、あの妻のお方に先生に、そうですね、もう断る理由なんて全くないんで、で、まあ、自分が描かれたらどんな風になるのかなっていう風にもすごくあの興味もありました。はい、そうですね、はい、あのまあ、僕も本当に船木さんとあの一つ違いで、はい、まあ、同級生、船木さんが早生まれなので、はい、もう本当同級生なので、僕が中学校高校の時に、まあ、週刊プロレスとかに出て、同じ年の人がプロレスラーになったんだっていうのがあったので、うん、ずっと気になる存在で、でまだまだ学生だったので、そうですね、みんな、はい、みんないますね。そうですね、あの中学生高校生の時も、はい、自分はもう1年2年3年、うん、4年5年6年もあのプロとしてやってましたので、でね、はい、ずっとなんか追いかけられてたと思います、うん、いろんな人にですね、もう本当一番最初に社会に出た同級生っていう、ね、うん、そんな感覚でずっと僕もずっと気になる存在だったので、これは本当変えてみたいっていう気持ちにそうですね、すごくなりました、はい、それで、はい、出来上がった動画がですね、はい、これです、こちらになります。はい、どんな意味というか、そのそうですね、あの題名が、はい、まず旅人って言って、はい、旅人、まあ、船木さんをこう取材させていただいた時に、はい、あのまあ、僕らとしたら大阪に船木さんが来てたっていうのがすごく不思議な感覚がありまして、はい、まあ、自分もともと生まれは青森なんですけど、はい、青森では15年ですね、はい、それでそのまま15歳で東京に出て、はい、そこから31年ぐらいですかね、はい、12年31年、東京ですね、はい、で今大阪に来て大阪で3年経ちました。そうですね、はい、でまあ、いろんなところを回ったんですけども、はい、東京でも相当引っ越ししてるんですよ。あ、そうなんですか、はい、もう本当にあの早いところだと思うと2年でも引っ越ししたりとかですね、あ2年経つ前にもうちょっとなんか違うところ行きたいとか言って、はい、公園に引っ越ししたりとかして多分もう10回以上はしてるんですね、はい、ただあの残念なことに、はい、ここにずっといたいなと、はい、あの思う場所がちょっと見つからなくて、あなのであのちょうど3年前にフリーになった時も、はい、あのもうあの東京にいなくてもいいかなと思ったんですね、もう年も年なんで、はい、なのであのちょっとこう田舎帰ろうかなとかですね、いろんな案があったんですけども、はい、その前に一回その大阪でちょっともう一踏ん張りということになって、それで来たのが大阪です。なんか本当船木さんって関東とか東京のイメージがすごくあったので、もともと生まれは青森ですから、本当に普通に田舎者です。ああ、いえいえ、はい、いやでもまあそういうこともあって、まあ、船木さんがそうあのいろんなところに、まあ、団体もそうですけども、渡り歩いてるっていう姿を見て、まずもう旅人っていう題名になりまして、うん、はい、でこうやっぱりライオンがありまして、はい、僕もライオンさんを描くんですけども、はい、より力強く、はい、爪がありますね。そうですね、爪もこうガッと踏み込んでるような感じで、はい、で船木さんのイメージってちょっとやっぱ海も、うん、そうですね、これ海を歩いてるっていうことになってるんですよね、はい、そうですね、もう叩き割ってるぐらい、あのやっぱりいろんなことがありましたので、はい、普通の道路ってなかなか、まあ、地震がない限りは割れたりしないじゃないですか、はい、でも海ってちょっと風が吹いただけでもすごくこう波が立ったりとかするんで、はいはい、なんとなく自分の人生は海のような気がします。ああ、なるほど、はい、でまあ、洪水というかその
荒波が ある時もあれば、すごくこう静かな、そうです、ね、時もありますし、まあ、荒波の方が多かったような気がします、ね。まあでもそれでもこう突き進んでいくっていうような、はい、この一歩を踏み出してるっていうようなイメージプラス、まあその船木さん、僕のあの船木さんのすごく印象に残ってるのはあのパンクラスで、はい、なんていうんですか、シェイプして出てきた時の船木さんの顔とかがすごく自分の中にあったので、うん、そうですね、ちょうどこれは20代前半の頃の自分の顔になってますね、はい、そうですね、はい、ちょっとその頃のをモチーフに描かせていただきました、うん、それであのこの手がですね、たくさんこうあるじゃないですか、はいはい、でその中でこの鎖、手錠を、鎖につながれてた、はい、そのなんか手錠じゃないですか、そうですね、これもこう鎖がちぎれてるってことは何か束縛があったということですか。そうですね、あのいろいろこう常に何かに縛られてるようなところでもがき苦しみながらこう前に進んでる船木さんの姿っていうのがなんとなく自分の中にあのずっとあったので、あのそれこそ UWF の時とかもそうなんですけど、あのなんかそういうイメージがすごくあったので、やっぱり一つの手ではちょっと足りないなと思って、そうですね、いっぱい、そうですね、いっぱいありましたね、いろんな本当にあの贅沢な人生だったと思います。まだ死なないですけど、はい、もう今も50で、今年50ですけど、はい、贅沢だったなっていう気がしますね。いろんなことをあの経験体験してきましたので、そうですね、そのさっきも言ったその引っ越しもたくさんしましたし、はい、いろんな場所、あのそれこそ旅人じゃないですけども、はい、プロレスやる時も全国こういろんなところ回りますから ね、 で海外行ったりとかもしますんで、あのいい人生だったと思います。あ、なんか本当そういうのが表せたらなっていうのが、はい、あとこの束縛からその切れたと、はい、ようやくその自由の身になったっ、はい、今ですね、はい、本当にフリーでこの3年やってきて、はい、まさにこれなんですよ。あ、はい、本当に束縛もなく、はい、自分のことは自分でやると、はい、で責任も持たないと自分に返ってくるんで、はい、しっかり言うとあのやらなければいけないっていうのが本当にあのこれそのまま出てます。ありがとうございます、はい、そういうふうに。でも来たばっかりの頃にもこれを書いてるんですよね。あ、そうですね、はい、だからそれはそれでなんか、はい、予言ですか。そうかもしれないですね、はいはい、でまあプラスそうこう怒りとか戦いとかもありますけど、まあ抱擁みたいなのも入れて、まあ、ちょっとこうちっちゃい小さなライオンさんを抱えてるんですね。そうですね、これ家族という意味ですか。そうですね、まあライアン君とか、はい、あのそういうイメージですね、うん、はい、バッチリです。ありがとうございます。こちらこそです。もうあの絵自体も出来上がってから、はい、あの会場で船木さんに見ていただいたので。あ、そうですね、はい、そうですね、だからもう一発で気に入って、それであの実はこの、はい、自分のオリジナル T シャツのキャラクターにもしてもらってますので、はい、本当にありがとうございます。いや本当に、はい、あのこうやってもう普段これしか着てないですから。いろんな色違いあって、はい、もうこれしか着てないです、はい、ほとんど。僕も船木さんの Facebook とかいろいろ見ながら、はい、あ、違う色の出てるとか思って、欲しいとか思って、もう一生分作りましたから大丈夫です。ありがとうございます。で先生、今回、はい、ゲストなんですけども、はい、なんか、まあ、自分から言うのもなんですけど、はい、自分になんか聞いてみたいなんかその質問はありますか。プロレスとかいろいろ。そうですね、はい、やっぱりプロレスで聞いてみたいなと思うんですが、まあ、いろいろあるんですけども、はい、一番やっぱり僕が初めて船木さんをあの強烈に認識したのが、山田さんとの試合、ね、はい、元山田さん、あ、現ライガーさんですね。そうですね、はい、はい、の何かこう初めてテレビで、あのプロレスを見た時に何かこう新しいプロレスが来たような、そんな衝撃をちょっと受けたので、はい、あの時はどういう形で、はい、挑んだのかなっていうのを、うん、ちょうどですね、確か暮れの、はい、暮れの、 あの、両国国技館だと思うんですけども、はい、ちょうどその試合の後にですね、はい、メインで、はい、あれです、暴動が起きた日なんです。タキシプロレス軍団が両国にこう
入ってきて、はい、それでまあタグマッチが壊れてで猪木さんのシングルマッチになったりとかですね、はい、そういうなんか暴動が起きた日だったんですけども、はい、その日はもうあの自分はあのライガーさんと試合をするっていうことで、はい、なんかすごくちょうどあの当時コッポ2人でコッポを習ってたんで、そうですね、でコッポを習ってたのでちょうどその、まあ、ケリットですね、はい、小手小打を使えるということで、はい、それで、まあ、いろいろコッポを織り交ぜながら、はい、試合をしようっていう気持ちはお互いあったと思うんです、ね、でどちらかというと自分の方が強かったと思うんですよ。そうなんですか、はい、それで、まあ、お互いにその、あれ入場シーンもあの、あるんですけども、はい、コッポのこうシャツ、はい、自分はコッポの、そうですね、はい、ベスト着て、はい、でライガーさんはコッポのジャンバーをですね着て、それでこう入場するんですよ、はい、でお互いレガースつけて、はい、で脱ぐと赤と黒、ね、そうですね、自分が黒 で、はい、でライガーさんが赤 の、はい、あの全一式コッポの、はい、格好ですよね、はい、カーンと始まるとこれで なるんですけども、はい、びっくりしました、はい、ただまあ、 あのコッポの試合をするためにあの、うん、やったわけではないので、はい、まあ、プロレス従来のプロレスプラス、はい、そのなんかそのコッポの技を入れ込むことによって、はい、なんか楽しいというか、うん、新しい、まあ、それこそ新しい、ね、なんか新しいことをUWF とはまたちょっと違う、そうですね、新しいなんかスタイルじゃないですけども、はい、まあ、自分もあの飛び技とかも結構使ってましたので、あ、そうですね、なんか今持っているもの全部全部その出せる、はい、先輩があの当時はライガーさんだったと思うんですね、はい、なのでもう本当にあのすごく、伸び伸びと試合した記憶があります。もう本当にもうあの何の遠慮もなしで、はい、それこそあの小手とかが、はい、そうですね、ひょっとしたらあの試合で初めて公開されて、そうですね、はい、それで、もう一つ裏話なんですけども、はい、あの時坊主だったじゃないですか、はい、そうですね、自分が、はい、でまだあの時も18歳とかですよね、はい、なんでまた坊主だったのかという、なぜなんですかそれ、それ今こう、まあ、何回かその、雑誌で言ったことあるんですけど、はい、捕まったんですね一晩だけ、はい、ちょっと六本木で、はい、あの喧嘩をしてしまったんですね、はい、で一晩その警察署の中で、はい、それであの、まあ、懺悔という形で、はい、それで坊主にした、あ、でそれが伸びてきた頃にあの試合が組まれたってそういう経緯です。ああ、そうなんですね、はい、あ、それはちょっと初めて、まあ、あの裏話なんですけど、あ、まあ、だけどあの本当にあの、コッポーの打撃あり、はい、でルチャリブレの飛び技あり、はい、でクラシックレスリングもあり、はい、でなんかあの時はあのやっと自分のスタイルが、うん、あのなんか自分のやりたいというか、はい、やりたかったスタイルがあのできたような気がしました。それでいてあの相手はライガーさんなん で、 そうです、ね、本当にあのどっからでも何でもいいよみたいな感じで、全部受けてくれましたんで、そうなんですね、はい、いやもう本当あの後がね、ちょっと大変な試合ばかりだったので、まあ、最後にあのすごいすっきり負けたんですけどすごいすっきりして、はい、で確か、31日まであと3日だったと思うんですよ。あ、はい、で最後にですね自分があのライガーさんに向かってこうやって話をしてるんですね、はい、今思い出しました、こうやってやって、はい、山田さんあと3日ですねとあ、そういうあの、はい、あと3日ですねっていうふうに言った記憶があるんですよ。あの多分ビデオ見れば映ってます、はい、指をこう3つやってあと 3日ですねと、はい、今年もあと3日っていうような、そんなあと3日で終わりますねとあ、なんかそんな記憶があります。あ、ですごくもうちゃんちゃんでよかったんですけど、はい、あのあと暴動で大変だったですね。そうですね、いつもそうなんですよねいいなと思うと暴動なんですよ。ああ、なんか僕もあれの時はすごい憂鬱な気持ちになりましたね、はい、もう自分はもう逆にもう3回目の暴動だったので、ああの本当にあの慣れっこになってしまって、はい、またか、あ、でとにかく自分はあの時あのビートたけしさんですね、はい、をあの警護しなきゃいけない、はい、とにかく、ね、誰にも触らせるなと言われてましたんで、はい、あの誘導してました、はい、駐車場からリングでリングからまた駐車場ですね、はい、あ、そうなんですね、そんな
そんななんかいろんなことが詰まってる一日だったんです。でもまあもうそれでもやっぱりあの試合は本当に、はい、未だに残ってます。そうですね。あの試合は多分あの本当に新日本プロレスの自分がいた中でのベストバウトだった気がしますね。たった3年4年しかいないんですけども。それがまたねテレビマッチだった。そうですね。でちょうどあのテレビマッチもあの17くらいからちょこちょこ出してもらったんですけども、はい、ちょうどそのテレビマッチということにも慣れて、はい、だいぶこう本領もその発揮できるようなあの気持ちにもなってそれでこう初めて試合をしたっていう感覚があります、はい、その前にもなんかあの、小林邦明さんとジュニアの、リーグ戦でやったのもテレビあったんですけども、はい、もうその時はもうガチガチですね。もう何やっていいか分かんないっていう感じで、はい、とにかくもうヘトヘトになるまで小林さんにぶつかってたってそういう記憶しかないです。はい、まあそっか、はい、そんな感じの一戦でした。あ、いやもうあのまた見られてきてるんですか、はい、あ、どうですか、はい、じゃあ見てみてください。あ、はい、また見てみます。すいません、今日は本当にありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございます、はいはい、またこれからもよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします、はい、最後に、はい、これがライオンさんで作者の動画家徳春明先生です、はい、先生今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございます。